走行中の電動自転車。運転している女性は足を、ペダルではなく、フレームに乗せている、充電中のスクーター型電動自転車。ペデゴトレールトラッカーエレクトリックバイク E バイク、チャージングステーション、ドイツ電動自転車、電気自転車とは、電動機でも、走行可能な自転車、あるいはペダルでも、走行可能な電動二輪車。エレクトリックバイシクル、E バイク、 ブースターバイクとも呼ばれる。ペダルをこがなければ、モーターが働かない電動アシスト自転車は、電気自転車に含有する場合と別の分類とする考え方がある。ペダルをこがずにスロットルなどの操作で走行する、電動自転車は、電動アシスト自転車と明確に区分するために、フル電動自転車と呼ばれることもある。電動アシスト自転車を除き、動力のついた自転車は、 出力によって原動機付き自転車か自動二輪車として扱われる。1979年に松下電気系列のナショナル自転車工業が最高時速 18km の軽快車風電気式原動機付き自転車である DGEC2 を発売したが当時の電池性能では人気を得られなかったという。なお、ナショナルの5年後にはホンダ技研工業が DGEC2 に近いコンセプトで作られたガソリンエンジン搭載モペットのホンダピープルを発売したが、こちらも販売は振るわなかったという。両社とも後継機は出さず、電動アシスト自転車認可後はそちらに参入した。また、地方にもよるが電動自転車を自転車と略されることがある。電動アシスト自転車の販売台数が、原動機付き自転車を超えた二千八年頃から、 中国の安価な電動自転車が日本の一部で出回るようになり、アシスト自転車を装っての違法な行動利用が問題となった。大阪府警は2009年3月27日からライトなどを整備しないまま運行し、交通事故を招くケースが生じるようになったなどとして、道路交通法違反などでの摘発も含めた全国発の本格的な取り締まりを開始した。以上により、 フルの電動自転車は、原動機付き自転車、または自動車扱いとなり、そのままの状態で自転車のつもりで使用すると、様々な法令により処罰されることになる。ペダルを取り払われた、電動自転車。上海にて撮影中か人民共和国では、電動自転車も自転車などと同様の引き動車として、扱われ、免許不要で使用できる。百九十九年には、 電動自転車に関するギガバイト規格が制定され、最高時速が 20km 以下であること、定格出力が 250w 以下のモーターを搭載していること、自転車として30分間に 7km 以上自走できることといった規定が行動を走る電動自転車に設けられた。ただし、重要な部分以外は全てを適合させなくても構わないという内容になっている。その後、 都市部でのオートバイ規制が広がったことで規制を免れることができる電動自転車の需要が増え2006年にはオートバイを2007年には自転車も超えた中国国内で普及している電動自転車の電源はほとんどが鉛蓄電池であった2000年代に入り加速度的に普及し国内に流通する台数が1000万台を超えると流通量から 環境負荷が懸念されるようになったことから、2011年、中国政府は、リチウムイオン二次電池への転換を促すため、電動自転車の車重を4グラム以下に、制限して、重量のかさむ鉛蓄電池を実質的に禁止する、方針を打ち出した。当時、中国には、約2000社もの電動自転車メーカーが存在したが、リチウムイオン二次電池の入手内や設計仕様の、 変更に対応できず約30%が廃業に追い込まれた。2017年段階で中国国内で現在使われている電動自転車の数は1億5000万台から2億台が存在すると推計されている。ありがとうございます。